こんにちは、シーバードです。今回は、ソバットドライブブレーカー DB1 をご紹介させていただきます。見た目がね、結構インパクトがあるので、一度見たら忘れられないエフェクターなんですけれども、ネットではね、結構見かけるんですけれども、楽器屋さんではなかなか見かけなくて、鳴らしたことがなかったんですが、今回ですね、千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。このデザインは、どういうこだわりがあるのか、女性がですね、槍を持って鉢巻きをしているというふうな感じで、ちょっと方向性はいまいちつかみどころがないんですけれども、音はね、非常に良かったです。特徴はですね、音のね、粒が全然揃わない、悪いように聞こえるかもしれないですけれども、そこがね、特徴的で非常にいいです。粗い、この粗さをですね、出すのって逆に難しくて、僕はイメージ的にミッシェルガンエレファントの阿部太さん、あのずぶとい粗い音がですね、出せるんじゃないかなっていうのをですね、すぐに思いました。なので機材のレビューなんですけれども、阿部太風サウンド、これをですね、今回皆さんにお聞きいただきたいなと思います。ミッシェルガンエレファントの阿部太さんは基本的にエフェクターを使わない、アンプ直の男気満載なサウンドです。しかしですね、阿部さんのセッティングを真似しても、なかなかあのずぶといサウンドは出ないんですよね。で、今回このドライブブレーカーの力を借りると、割とですね、阿部さん寄りな極太サウンド、あれを出せるようになりますので、ぜひぜひお聞きください。で、まずつまみですね。レベル、トレブル、ベース、ドライブと非常にシンプルです。かなり太さのあるサウンドなので、若干今回ね、ベースを下げてトレブルを上げております。テレキャスターを使用しているんですけれども、それでもね、ローがブオーッと出てくるようなエフェクターです。なので若干ベースを下げ目にして、でドライブなんですけれども、上げすぎると本当にブオーッという風な感じでファズっぽくなって、輪郭がなくなってくるんですよ。なのでテレキャスで輪郭を残しながら、粒の荒々しさをしっかり出していくという点ではですね、この辺9時ぐらいのイメージかなというところでした。ではではですね、早速お聞きいただきたいなと思います。